ラジオイレブン。さあ始まりました、ラジオイレブンの吉木社長です。さようです。富井咲人です。いやー、ライブ配信がちょっとうまくいかなかったですね。もう喋りましたってそれ。いやいや、僕としてもね、喋りたい内容なので、これは。はいはいはい、はい、まあそうですね。いやね、ライブ配信をしっかりやれる YouTuber になりたいですね、はい、僕ら。まあそうですけど、何がダメやったんですかね。ちょっとそのデバイスの関係とかね、いろいろ僕らも遠隔でやってますんで、はい、ちょっと対策を打たないとなんか難しそうな感じですね。確かに。まあけど、あと、まあ普通にシンプルにね、もうあの日みんな忙しかったです。あんまり、バタバタしました。帰れると思ったらね、意外とかかって1時間後半ぐらいからしかできなかったしね、僕は。はいはいはい、うん、ちょっとラジオイレブン忙しい、忙しいですね、3人ともちょっと忙しい、確かに。特に土日ね、やっぱ ね、 みんな現場とかね、指導のね現場持ってるんで、はい、まあまあ忙しいです。まあまあ負けずにね、頑張りましょうよ。はいはい、誰にかは分かんないですけど、はい、うん、いや負けないように頑張りましょう。瀬尾くんは特に誰にか分かんないですけど。はい、で僕なんかはね、もうあと1ヶ月ぐらいでスペインにね旅立つので、はい、はい、ちょっとね、まあ、その辺でまた状況も変わるかもしれないですけど、はい、まあ、そしたらね、また新しいコンテンツとかも出てくると思うので、うん、はい、ちょっとね期待しててくださいよ。確かにスペイン系のねコンテンツも上げつつ J リーグの動画もあるって。いや独特、そんなね YouTuber いないです。まあまあ、あのどっちかにせよ、まあ僕らをねこうありのままに出していくっていうスタイルで、はい、やっていきましょう。はい、はい、聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。ラジオ11。はい、ということで今日は J2 特集でございます。はい、お願いします。ね、J2 がかなり熱いということで、僕らも取り上げざるを得ない。はいはいはい、はい、いや熱いですからね、うん、熱い、特にまあ、個人的に見てて熱いのが山形、はい、はい、がね、そうですね、はい、ちょっと熱いですよねこれ、うん、なんというかこう、ジュビロにも勝ちましたし、はい、ね、うんうんうん、監督がモフモフに変わってからなんかね、もうモフモフ調子が上がってきてますけど、はい、はいはい、クラモフスキー監督ですね、うん、はい、まあ、僕はね、あのエスパルスをね、去年もね、ずっと見てたんで、わかりますけど、はい。うん。はい。モフモフがこんなにね、堅実なサッカーをするとはという。うん。うん。あ、違ったんですか？いや、違ったよ。エスパルス。ほんまに。なんかエスパルスでは、ほんまに、はい、マリノスでやりたかったことを、エスパルスでもやろうみたいな感じの、サッカーで、はい、結構攻撃的に、はい、どんどんね、うん、選手を前にかけて、あ、人数かけてっていうサッカーでしたけど、なんか山形に行ったら、はい、なんかね、山形の元あったサッカーを尊重しつつ、まあ、モフモフの良さも出しつつみたいな、うんうんうん、いや言いにくなってるやんもう。頑張ってモフモフ言ってるモフモフね、はい、モフモフ、これ、はい、ちょっとなんかねいいなと思うんですけど、これどうなんですか瀬尾くん。まあ結構まあ前の山形をそこまでしっかり見てたわけではないんで、うん、まあわからないところはあるんですけど、はいはい、でもやっぱりこう守備はこう積極的に前からボール奪いに行く中で、コンパクトに陣形を整えながら奪いに行くっていうところを受け継ぎながら攻撃で、やっぱモフモフらしさが出てるのかなっていう印象ですね。なるほどね。はいはいはい。
はい、まあでも一個やっぱ思うのはそのね、あのサッカーって、あのサッカーというかモフモフがやりたいサッカーっていうのはやっぱりこう、はい、ポジションをねうまく取ってというか、うんうんうん、ワイドをうまく使いながら中央で前向いてっていうところで、はい、やっぱ山田選手、はい、山田浩太選手の動きっていうのはすごいポイントになるんだろうなと思ってて、はい、ね、うん、結構落ちてくるじゃないですか、いいところに。そうですね、うんうんうん、どうですか佐々木とくんこの辺は。いや 僕もちょっとね、僕はまだねその瀬尾くんほど山形を見れてるわけじゃないですけど、はい、けどスタメンの表記とかもなんか、まあ、442でいいやろって思うけど、なんか4411って表記してるんですかね。謎ね。確かに、はいはい。だからね、あの山田浩太選手がね、そう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 。うん、だやっぱその落ちる動きとかを考慮しての4411表記なんかなっていうのも思ったりとか。はい、うん、そういうふうに見えます。それってさ、はい、その自分のチームからしたらさ、あの442しておいてほしいんだよね、多分。で442だけど実は下がりますよっていうこと、うん、何なんか分からんけど、ダゾンが分からんのネタバレ、ネタバレだよねあれ。はいはい、はい、確かに。どうですかこの辺、瀬尾くんから見て山形。まあ確かに守備の時は442なんですけど、はい、ボール持って攻撃になったら、はい、まあどっちかというと433に近いような、うん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 、あの藤田選手がインサイドハーフに上がって、はい、山田浩太選手がまあ落ちてきてみたいな。なるほどね。で、まあその中からまたサイドバックが内側絞ったり、うん、3バックになったりみたいな可変をしながらこう、うん、ウイングにいい状態でボールを預けて、はいはい、内側抜けていくっていうのが基本的な流れだと思うんで。なるほどね。はい、やっぱ可変のなんかスムーズさみたいなのが結構印象的ですね。うんうん。やっぱりね、中盤もいいんですよね、結局、山形って、うんうん。国分選手ってあれですよね、北九州にいた選手ですよね、去年まで。はいはい。いや、あれ配球が素晴らしいですね。国分選手って大分に一回行ったの、北九州から。あれどうでしたっけ。え、多分、昨シーズン北九州で出てたと思うけど、あれどういうことなんやろ、これ。はい、レンタル。元がどうとかいう話ですかね、これは。うん。18年まで大分になってますね。ちょっと、教えてください、コメント欄で。調べるのを放棄します。はいはい、まあ、ただ、ギラパンツで活躍してたイメージを持ってるということ。はいはい。と、ね、本当に、北九州かなり強かったじゃないですか。はい。去年。その時の、まあ、中盤を、まあ、中盤とかね、右サイドとか支えてた選手だなって思ってますし。はい。で、なんといっても藤田いぶき選手なんかは、本当にボール枯れる選手ですし。うん。うん、やっぱね、彼の存在っていうのはでかいのかなと思いますけど。うん。うん。ね。結構出て気もするんですよね。今、瀬尾くんが言ったように、中盤の、こう、ね、インテル的なポジションで。はいはい。うん、右のウィングの選手が左利きで、はい、まあ、その内側をマルコス・ジョレンテ張りに縦にガンガン抜けていくっていうのが藤田選手で、結構それがハマってて。なるほど。で、その藤田選手をおとりにしてカットインからシュートとかっていうバリエーションも出てきてるんで、うんうん、あれ結構相手からしたら嫌やろなっていう動きですね。ちなみにそのジュビロ戦とかは全体的に見てどうでした？まさにその右サイドが結構うまくいってて、うんうん、まあ、これスカウティングであったのかもしれないですけど、うん、まあ、岩田が守備の時に5バックになるんですけど、うん、その時の左の大外の松本選手の背後が結構空いてて、うんうん、はい、なるほどね。この試合では逆にこう藤田選手がもらいに下がったところを、右の、うん、すいません、名前が出てこないんですけど、右ウィングの選手が、背後取って、中原選手かな？中原選手。中原選手ね。はいはいはい。が背後取って、ゴールに迫るっていう形が結構見れたんで、うん、で実際そこからも点取ってますし、うん、先制点とかも、そうでした、はい、うん。結構その右サイドの崩しっていうのが、キーだったのかなっていう印象です、ね。なるほど、なるほど。うん。いや、山形ね、ちょっと強いですね。
うん、ね、クラモフスキー就任っていう記事が出た時にはね、どうなることかと思いましたけど、うん、で多分その時期に、うん、あんまりポジティブな、ね、意見持ってるサポーターもそんな多くなかったのかなっていう印象はあったし、ただね、今結構結果出してますんで、今後も、期待していきましょう。はい、はい、で、まあ、反対にジュビロはどうですか？負けましたけど、まあ、この試合で言うと、うんうん、どっちかというとそのジュビロの時間帯の方が長くて、まあそうですよね、はい、はい、基本的には押し込んでて、こうサイドからサイドに揺さぶりながら、うん、ルキアン選手めがけてセンタリングを送るっていう中で、うんうん、まあ、エンド選手がいてボール散らせますし、うん、そうですね、まあ、うんうん、まあ強いなっていう印象を受けましたね、うんうん、いやだってここに金子も入るんでしょ、ジュビロ、はい、はいはいはい、うん、でねえ、シャドウが充実してますよね、かなり、うんうん、確かに2列目だけはね、なんかちょっと J1 でも全然屈指の、うん、戦力揃いっていう、ね、気がしますよ、うん、しかも、うん、ね、今5人交代なんで、ここのポジションなんかよく変えるじゃないですか、はいはい、うん、はいはいはい、だからここのポジションが熱いっていうのはすごいいいことかなと思いますけど、うん、はい、うん、でまあね、フォワードにルキアン選手もいるし、小川選手もいるし、でようやく結果が出てきたというか、うん、なんていうんですかね、ジュビロはやっぱり力があるから継続して結果を出せるんだなっていうのを感じますよね。うん、うん、うん、そうですね、うん、新潟とかね、かなり調子よくてもやっぱ落とすところはあるけどみたいな、はい、はい、ジュビロはあんまり落とさずにしっかり上がってくるっていう、うん、うん、まあね、山形に負けはしましたけど、うん、はいはい、どうですか、さきとくん、ジュビロ。ああ、ジュビロ、そうですね。まあ、けどやっぱ遠藤選手がね、うん、やっぱ僕はガンバサポなんで、うん、やっぱああやってね、低い位置からね、うん、結構もうなんか、最終ラインに入って、ビルドアップとかにも参加したりとかっていうのが、はいはい、まあ、結構、どっちかというとガンバやともう真ん中へ、もうほんまに司令塔みたいな感じで、散らしてたんが、うん、まあ、あんな感じでね、最終ライン入ったりして、でなんか、パスを散らしてたんで、まあ、その辺の新鮮さもちょっと感じましたし、うん、まあ、あの試合ね、うんうん、ちょっとなんかガンバ OB とかも多くて、はい、ジュビロもいっぱい鈴木選手とか、まあまあまあ、まあ、今野選手、大森選手ベンチにいてみたいな、 で山形にもあのセンターバックにね、あの野田野田とかもいますからまあその辺でね、はい、野田野田はどんな感じだったんかなとかもね、ちょっと山形の話戻っちゃいますけど、聞きたいですけどね、はい、瀬尾くんに、あ、瀬尾、瀬尾に、あ、せせ、あ、どうも、瀬尾、瀬尾ですね、はい、野田選手、何ですか、なんか喋りづらいな、うん、まあ野田選手結構ね、ビルドアップもちゃんとやってますし、いやー、まあまあ続けん方がいいなこれだから、うん、いや、モフモフの下りちょっとね、突っ込むんだるいなーって思ってボケに乗っかってしまったらこんなひどいことになってしまいました。はい、突っ込みに徹するべきでした、すいませんでした。はい、ということでね、ということまあ、ジュビロのね、一個ポイントは、結構その、はい、ウィングバックのポジションがハマってきたことかなと思ってて。はいはい。うん、まあ、僕はね、エスパルスサポーターなんで、やっぱね、ジュビロはね、今までもずっと見ることは結構ありましたし、はいはいはい。うん、やっぱよく知ってるんですけど、やっぱね、松本雅也選手とかかなり成長してると思うんですよ、当時から。うん。うん、この選手ね、ポジションどこでもやるんですけど、今左で使われることが多いのかな、うん、で結構そこの、はい、ポジションで、結構イニシアチブを握れるというかで、うん、前回は、小川大輝選手が右で出てたのかな、でも、はい、基本的に鈴木優斗選手とか右で出たりっていうのが、はい、うん、多いと思うんだけど、結構ねそこら辺ウイングがハマってるのかなっていう今、
ジュビロは、うんうんうん、そこが強さの秘訣かなって思うんで、はい、うん、まあね、ここを対戦するジュビロと対戦するチームはあのどうここを抑えるかというか、ここで主導権を握らせないかっていうのはポイントになると思うし、はい、その点山形はさっき瀬尾くんが言ったみたいにね、そのウイングバックの裏っていうのをうまく使ってね、はいはい、うん、そこで攻撃できたっていうのが勝ちにつながったのかななんて思いますけど、うん、はい、っていうわけでちょっと、次のチームについて話しましょうか。はいはい、やっぱ京都ですよね、僕ら注目してる、はい、うん、どうですか京都、前回、新潟との試合1対1でしたけど、はい、瀬尾くん、はい、まあやっぱりレベル高いというか J2 の中でもハイレベルで、こうお互いアグレッシブなんで、うん、こうなんていうんですかね、時間が経つのがこう、うん、まあある意味遅く感じますし、うん、こういろんなことが起きてるんで普通の試合よりも、うん、うんうん、もう見ててこうエキサイトするような試合でしたね。うん、なるほど。やっぱ京都のポイントはプレスですよね。うん、長生地プレスというか、うんうん、あれほんますごいですよね。確かに、うん、どういうトレーニングしたらああいうのできるようになるんやろ。めちゃくちゃ気になるほんまに、うん、ほんまになんか走れって言うだけじゃ走れんしや、あんなに、うん、いやほんまにすごいと思う、あれは、うん、それで一気に自分たちのペースにしますからね、あのチームは。うんうん、はい、で新潟も結構押されてたんじゃないですか。けど結構ね、両チームほんまにまあ行ったり来たりの展開という、そうそうそう、まあとりあえずけどスピード感はすごい速かったですよね、はい、もう、うん、お互いのビルドアップ VS ハイプレスみたいな、うん、ところがすごい出てたなっていう風に思います。やっぱ京都のポイントは誰になりますか。ポイントね、けど左サイドバックの荻原選手が、はいはい、めっちゃ良かったんじゃないですか、うん、瀬尾くん、いや、ね、この試合のね、うん、まあ1点目、はい、決めたのが彼で、うん、はいはい、まあ、なんていうんですかね、もうほんまよう走るし、うん、球際強いしってとこで、うん、やっぱり今年の京都のサッカーを支えてるのは彼なのかなっていうのも感じれるような試合でしたね。うんうん、うん、ね、浦和に返したくないのかもしれないですね。うん、うん、クロスとかもめっちゃ上げてましたしね。うんうん、うん、もうね、もう松田選手は結構内側入ったりする分、もう左の大外のレーンはもう任せとけといった感じで、はい、もう一人で攻略しまくってました。うん、うん、どうですか、川崎壮太選手なんかは僕のお気に入りの。いやすごかったっすよこの試合も、うんうん、はいはい、やっぱり どうしてもこうオープンになる瞬間とかがお互いあるんですけど、うん、そういう時にこう気を利かして早めに潰したりとか、うん、逆にその新潟の、まあ、ゲーゲンプレスみたいなものをこうかわしたりとか、うん、トランジションでめっちゃ気が利く選手だなっていうのが、うん、この試合に改めて分かりましたね。いやほんまにあれやん、松岡やん。うん、うん、いやそうですね、けどトランジションで気が利くって今言いましたけど瀬尾くん、はい、トランジションで気が利く選手多すぎますもんね今日やっぱ鍛えられてるんかな。うん、いやだからバイスも上がっていくし、うん、で、川崎選手も結構ちょっとまあ真ん中にどっしりいるだけじゃなくて、まあ、ちょっと前目でプレーしたりとかもあるじゃないですか、はいはい、けどそこの空いたスペースとかを結構もう飯田選手とかあとは福岡選手とかすぐ戻ったりとかしてスペース埋めたりとかっていうのもあるし、うん、確かに、あとはもう宮石選手なんかはもう全部もうね前からプレス、左センターバックに対して外切りのね、うん、プレスをすぐかけたりとか、プレッシングのねかけ方も福岡選手がなんか前に出て、うん、宇高選手とツートップみたいになるかけ方もあれば、うん、宮石選手が外切りでプレッシャーかけたりとか、うん、もうほんまにバリエーションも多くて、うん、まあ新潟からしたらねもうそのビルドアップの時の見るものが多いというか、なるほど、誰がどっから出てきてみたいなのをちゃんと
はいはい、認知しながらやらないとね、ボールが前に進まないっていう状況はできてたなっていうふうに思いました。なるほどね。いや、京都やっぱ強いですね。うん、うん、ほんまに。だって今京都ジュビロで新潟ですもんね、順番的には。はいはいはい、勝ち点一緒ですもんね。 そこが、いやーすごいね、ほんまにここ並んでるね、うん、ちょっと本当に面白い、うん、いや、はい、新潟もけど普通にね、全然まだまだあるというか、うん、うん、内容も全然悪くなかったし。そうですね、後半からとかもね、ちょっと人いじってきてというか、うん、はいはい、まあ、その辺の面白さもありましたよ。なんか福田選手がトップしたみたいになったりとか、はいはいはい、で本間選手も途中から出てきてとか、うん、え、でも彼、ああいうのね、はい、ね、福田選手は、はい、の復帰っていうのはすごいでかいんじゃないですか。うん、うん、うん、ね、確かに、かなりなんかこううまいって聞きますよ、いろんなところから。いや、うまかったっすね、うん、やっぱり、うん、まあ、ともちろん止める蹴るみたいなのもしっかりできますし、うん、一個運べるんですよね、はい、この選手。うん。中盤で、うん、うん。はい。それがやっぱり、サンガ的にはこう、うん、プレスプレスって言ってる中で、うん、一個かわされちゃって、みたいな。いや、そうですよね。こう、オープンな展開作られるっていうのが結構しんどかったんじゃないかなって。うん。確かに。だから島田選手と高選手やったら結構低い位置で受けるけど、福田選手はちょっとライン間でも受けれたりとか。うん、うん。はいはい。ちょっと高めの位置でプレーできるんで。なるほど、まあ、その辺でのつかみにくさみたいなのも、ね、京都からするとあったんじゃないかなっていうふうには思いました、ね。ほんまに彼ね、トスのところからすごいいい選手でしたし、はい、うん、うんうんうん、なんか新潟で結構、あの新潟の中でもレベル高いプレーで格の違いをみたいな見せつけてるなっていうのは、うん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 うん、思いますんで、ちょっとね、はい、新潟のさらなるピースになったなって思うのとね、はい、うん、いや新潟もね、全然こっからまた巻き返してくる可能性もありますから、はい、うん、うん、ちょっと本当に気になるところですけど、あと、はい、勢いのある3チーム、ね、ピックアップしてちょっとだけ喋りましょうか、はい、琉球、長崎、町田、うん、はい、はいはい、で、まあ、町田に関しては本当に、ね、安定して強い、ずっと今シーズン上にいますし。そうなんですよね、うん、うんうんうん、ね、やっぱ僕自身ね、チョンテス選手がすごい好きなんで、うん、うん、結構見てますし、はい、この前ねインスタでめちゃめちゃ喜びのね、発信をしてましたけど、はいはいはい、うん、久々にこう、点取ってめっちゃ嬉しかったみたいなのをね、うん、言ってましたけど、うん、はい、町田はね、本当に安定して強いですね。うん、そうですね、うん、なんか吉尾選手、まあ、あれもありましたね。あ、はい、吉尾選手なんかはどうですか、瀬尾くん。結構活躍してるように見えますけど、はい、マリノスからのレンタルでしたっけかな、多分元マリノスで、うん、ベガルタ行ってゼルビアに来たのかなってとこで、やっぱ技術力高くて、そういうところで結構2列目の選手がこう中央を絞って真ん中でコンビネーションしながら攻めるっていう感じなんで、うん、ゼルビアは、うん、そこで一個違い作れる選手なのかなっていう印象ですね、うん、なるほど。山形でいう山田選手みたいなって、はいはいはい、はい、うん、ほんまにいい選手が、揃ってるなっていう印象で、うんうん、長崎はどうですか、うん、長崎も調子いいですけど、まあいいっすね、うん、監督が松田監督で、はい、うん、おお、あ、ちなみに松田博史さん、もともとアカデミーダイレクターから監督になりましたけど、今の長崎ので松田博史さんに代わってアカデミーダイレクターやってるのが、あの森保監督の弟の森保博史さんなんですよね。はい、はい、そうなんですよ、実は、そんな情報も
ありますけど、はい、へーへーですね、これは。へーですね、うん、あのしっかりへー、トリビアの泉のへーのボタンをこう押す感じのへーですね、これ12回ぐらいは押します。へー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 、いやけどね、意外とね、知られてない、うん、ちょっとねプチ情報ですけどね、はい。え、長崎で気になる選手とかいます？瀬尾くんは。まあ2人いまして、1人が、うん、1人目があのウェリントン・ハット選手、はい、まあ、右サイドハーフの選手なんですけど、はい、もう、まあ、J1 でいうマテウス選手的な、おうおう、まあ、マテウス選手をよりパワフルにしたようなイメージの選手で、相当パワフルよ彼、マテウス、うんうん、でも右サイドでカットインからの左足っていうのが、うん、すごくパワフルで、うん、この間も点決めてましたし、うん、決めましたね、すんごい脅威になってるんですけど、うん、もう一人の僕が注目してるのが、はい、そのハット選手の後ろでプレーしてる前熊選手、はい、うんうんうん、桃山学院、はい、まあ、大卒のサイドバック有能説がありますけど、ありますね、まさにその説をこう一でいくような選手で、こういろんな顔を持ってるんですよね、こう、うん、ハット選手が持った時にこうオーバーラップで攻撃に厚みももたらせますし、うんうん、逆にこう配球役としてこう内側に絞って散らすこともできますし、うんうん、でもちろんそういう上下動もできて、球際も強くて、守備もできるっていう、かなりこうレベルが高いサイドバックだと思いますね。いや、ちょっとね、注目してみたいですね、はい、うん、うん、確かに大卒サイドバック有能説ありますね、はい、でその北九州戦の1個前の試合でもすごい距離走ってゴール決めてるんで、はいはいはい、得点力もあるっていう、なるほど、はい、長崎いい選手多いですからね、ブラジル人のいい選手もいっぱいいますし、はい、はい、ここもちょっと、まあ、見ていきましょう。であと琉球ですね、佐々木君、はい、どうですか琉球は。いや琉球もね、そのね、怪我人が出たりとかもしてますけど、うん、まあ相変わらず、まあ勝ち点も最近もね、ちょっと取りこぼすシーンとかもあったりして、はい、まあ、もともと2位とかにいましたけど、ちょっと落ちてはきてますけど、うん、全然僕は強いんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、結構見てるんですよね最近。まあそうですね、まあめっちゃ見てるかって言われたらそんなこともないですけど、まあけどまあまあちょくちょくチェックしてますね、はい、うん、はい、どんな感じですか。いや、ボランチのね、うん、上里選手、うん、とかね、僕結構好きで言ってますね、はい、はい、ずっと言ってるんですけど、まあまあもう結構ベテランの選手であるんですけど、はい、なんかやっぱ気の利く感じ、なるほど、落ちてくるタイミングだったりとか、うん、ほんまにセンターバックがだプレッシャーで来て失いそうみたいなシーンとかにさっとね、ちょっと距離縮めてボール受けるたりとか、うん、はい、うん、なんかそういうね、そのほんまに気の利くビルドアップの部分で特にポジションを変えたりとか、まあ、パスのタイミングであったりとか、うん、相手の矢印を折るようなプレーっていうのがすごい上手いなっていうのを感じていて、うんうん、だから今のね琉球をすごい支えてるなっていうのはすごい感じますね、うん、なるほど、はい、琉球はまだ上がってきそうですか。あー、どうですかね。いや、全然ありえると思いますけどね。おう、やっぱタレントはすごいいるんで、特に攻撃の部分に関して、うん、清武選手とかもやっぱすごいですし、はいはい、うん、はい、うん、得点力やっぱ衰えないというか、あー、ありますね、確かに、はい、でやっぱ爆発力みたいなのもあるんで、なんか、はいはい、何が原動力なんか分かんないですけど、うん、あれはほんまに片目打ちするときあるじゃないですか、琉球って。その爆発力あるんで、だからほんまにあの上位対決とかでもうその爆発力が発揮されたりしたら、うん、なるほどなるほど、全然ね、そっから勢いつけてみたいなのとかもありえると思うんで、確かにちょっとかき回してほしいですね、琉球に、はい、はい、でちょっと今今回、ね、紹介した7チームありますけど、まあ、それぞれでまた動画撮りたいんで、はい、うん、ちょっと皆さんね楽しみにしておいてくださいと、はい、はい、いったところで今日は終わりにしましょう。はい。
はい、エンディングです。久々の、30分超え。はいはいはい。まあ J2 特集ですから。はいはいはい。またね、さっきも言いましたけど、それぞれで動画撮りたいですね。うん、うん、確かにいろいろ撮れそうですもんね。うん、他にもまだ甲府とかもね。そうですね、上位にはいますからね。うん、なんで甲府は今日話に出なかったんですか。誰も見てないからですね。まあまあ、あの泉沢選手がすごいという噂だけは知ってますけど、噂だけは、はい、もうそれだけしか知らないっていうね、みんな、はい、興奮、炎上しても困るんで、困る、お前ら全然知らんやろみたいな、ちょっとまあ一回ね、別の J1 でありましたけどね、どことは言わないですけど、どことは言わない、はい、どことは言わないですけど、そうなっても困るんで、そうですね、ちょっとちゃんと見てからやりましょうということで、はい。はいはい、今後も、はいはい、J2 にも注目していくんで、ぜひ、チャンネル登録お願いします。お願いします。瀬尾くんからは何かありますか、今回の J2 特集で。まあ J2、まあ、京都さんがを中心によく話してましたけど、うん、やっぱいろんなチーム取り上げたいですし、うん、個人的にはやっぱ、はい、長崎なんかは松田博史監督が、うん、あの率いられてるんですけど、僕が初めて買ったサッカーの戦術の本が松田博史さんの書いたゾーンディフェンスの教科書っていうやつで、それを高校3年生の終わりぐらいに読んで、こう戦術サッカーに興味持って指導者になったみたいなところもあるんで、やっぱ長崎はもうしっかり見とこうかなっていう、はい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 、感じですね。へー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 ですね。おー、へーボタン。もっと高かったっけあれ。へーぐらい。あー、そんぐらい。へーへーへー。いや、ええね、別に。うわ、聞きにくいラジオ。聞きにく。はい。はいはいはい。まあ、といったところで終わりにしましょう。はい。はい。ここまでのお相手は、吉木所長と、瀬尾と、セミセットでお送りしました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。よいー。